皆さんこんにちは。まだ夜寒いな、マイアミチャンネルです。今日は皆さんにミホミュージアムを紹介します。甲賀市信楽町にあるこの美術館は、パリのルーブル美術館のガラスピラミッドを設計した建築家のイオ・ミンペイ氏によって手掛けられました。今回は紅葉シーズンにお邪魔しました。こんにちは。今日は信楽の美穂ミュージアムやっていこうと思います。美穂ミュージアムはだいたい信楽駅から車で約20分ぐらいかかります。ここは春になるとしだれ桜で、結構見物客が結構押し寄せます。で、今からトンネル入るんですけど、このトンネルはもうなんとも非日常的なトンネルで、壁がステンレス製で、夕日が差したりとか、あと桜の季節なんかやと、なんかトンネルに反射して、ピンク色になったり、オレンジ色になったり、トンネルの色が変化します。で、トンネルを出て、一応吊り橋になっていて、今回は11月の頭に行ったんで、本格的な紅葉シーズンのちょっと前ですね。で、正面には美術館の建物が見えてるんですけど、まあ、見た感じちょっと小ぶりなイメージがあると思うんですけど、実際は、中はかなり広いです。以前は現地で当日券買えたんですけど、今は事前予約制になっているので、事前に予約して QR コードを取得しましょう。で、中も結構もう開放感があって、すごい綺麗な建物なんですけど、この美術館は多分知ってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、ある宗教団体の方が創立した美術館で、その人の個人のコレクションを展示するために建てられたと。宗教っていうとちょっとデリケートなね、話になってくると思うんですけど、この美術館自体はなんか別にね、その団体の方が勧誘してたりだとか全然そういうのもなくて、普通の全然綺麗な美術館で、ぜひぜひ来ることをお勧めします。もう逆に僕なんか、もっとこうぶっ飛んだのを期待してたんですけど、別に案外普通やったなと思って。で、何度も言うようですが、もうこの美術館自体は、もう本当にもう立派な美術館で、昔ルイ・ヴィトンのなんかショーとかもやってたんじゃないかなって記憶してます。この美術館来るだけでも値打ちがあるんで、ぜひぜひお越しください。今回は信楽の美穂ミュージアム紹介しました。エンディングは、美穂ミュージアム近くの県道沿いにある、三筋の滝です。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。